では、今日は、エーテルと生命力の、70ページ5の4、熱エーテル、火と物理熱から読んでいきます。Water, and fire element. はい、熱の三つ組の考察は、熱が進化の始まりに現れるにもかかわらず、まずは取り除けておかれました。それはこの三つ組を区別することが困難であることによります。例学的研究によると、熱は高度性に最初の進化状態に出現しました。したがって、気管の出現以前です。熱と関わっているすべてが、まずは空間なしに存在します。今日の物理学は、非エレメントや熱を認識せず、熱を固有の実体として認識していません。それは、熱現象、物理力、括弧物理的エネルギーとして、のみ、固体や液体や気体といった凝集状態における最小粒子の運動の結果として得られるエネルギー力と解釈しています。それは熱を空間的な3つの凝集状態における分子運動として、従って空間的で外縁的な運動、分子のブラウン運動として説明しています。今日の物理学は空間のない純粋に時間的な運動の概念を認識していません。しかし、時代のエレメント認識にあっても、現代の霊学を通して確認されるように、熱は世界における固有のエレメントとして認識されていました。この認識が基本的です。それなしには進化や自然や世界、人間を真に認識することはできません。ルドルフ・シュタイナーの研究によりますと、熱は進化の出発点に生まれた固有の実体です。熱は運動です。それは運動ですが、内包的に考えられた運動、熱が存在する各空間部分において、物理的現存を生み出し、そして物理的現存を再び消し去らせる企てが現存する。そういった運動です。熱は差し当たって空間を前提とする外縁的運動とは反対の空間のない純粋に時間的で内包的な運動です。高度性上の熱の出現とともに、時間が減少するに至ります。熱、括弧、イコール非と、熱、括弧、イコール非エレメントを区別しなければなりません。誰もが知っている自然の中の現象としての火は、すでに初力とエレメントが結合されたものです。火エレメントは、理念、かっこ、液体の中の水エレメントのように、様々なやり方で出現できる実体的なものです。エレメントは、石炭や木やガス、その他の火として、大風の中に、ろうそくの炎の中に白熱する鉄線に植物の種子の形成においてさえも、また幅広い現象の中にも出現できます。非エレメントの包括的なイメージを形成しなければなりません。熱エーテルの現象論の発見に向けて、他のエーテルの場合と同じ思考過程を歩むことができ、非エレメントの性質に対して、熱エーテルの対立、
する性質を考え、探求することができます。自然に思いつく火の性質の一つは、それが燃えることです。ですから熱エーテルは燃えません。それは熱現象の中には現れません。火が例えば木片やろうそくを燃やしている間に、火は燃料を燃やし、焼き尽くし、壊滅させます。それに対して熱エーテルは反対です。それは生み出し、創造し、出現させます。火は燃料をただ単に壊滅させてしまうのではなく、それを光やとりわけ熱に変化させます。熱のない火はありません。水エレメントの作用を通して液体状態が現れるように、本来、火エレメントが作用すると熱が現れる、と言わなければなりません。火を通して発生したこの熱は物理的性格を持つ物理熱です。私たちは今次の三を持ちます。熱エーテル。エレメント的、あるいは非エレメント。物理熱。これらは切り離すことができず、互いに区別できません。そうには、光エーテルと空間が必要であったことでしょう。熱は内的で、空間なしの内包的運動です。水の流れ、音の振動は、それに対して外的で空間における外縁的運動です。非エレメント、熱エーテル、物理熱を合わせて熱として記述することは通例であり、また正しいのです。ここから変わってもらっていいですか？はい、読みます。物理熱の基本的性質は、それが消え去っていくという事実です。それは時間のようにとどまることがありません。この性質を通して、それは熱エーテルの完全な対極に立ちます。熱エーテルは生み出し、創造し、出現させます。物理熱は消え去ります。出現すること消え去ることは偉大な対極です。今や非エレメントもよりよく特徴づけることができます。それは出現することと消え去ることの間にある現存性です。熱はなろうとし、あり、ありました。あらゆる瞬間にすべてが同時です。この三つ組は明らかに時間に親和性があります。熱エーテルは未来に、物理熱は過去に、非エレメントは現在に。これら三つは時間を減少させます。そのことを通して時間も減少界に属します。時間は外縁的運動を通して、変化を通して、前後性を通して現れます。例学的研究は熱から出現した進化の第一段階において、個土星において、時間はその始まりを受け取ったことを明らかにします。そこでは、当時未だ空間は存在せず、時間は当時、過去、現在、未来がすべて一つで同時でした。時間は永遠でした。時間の経過は第二段階で、光エーテルを通して、空間が出現した個太陽で初めて現象の中に登場しました。しかし、原理的に時間は空間に先立っています。自然科学的な宇宙創生理論も大抵熱状態を始まりに置いています。しかし、自然科学は空間と時間に関して不明瞭な概念を持ち、それらが進化とどのように関わっているのかについて、いかなるイメージも持っていません。さて、
熱は有機体においてはどのように作用するのかという問いが持ち上がります。熱エーテルは生み出し、鳴らせようとします。それは有機体における未来の要素です。ざれごとに曰く、時間はバラをもたらす。されど、まずは芽を。桜の花からやがて熟した桜んぼが生み出されますが、それは熱エーテルの働きが基礎になり、基礎にあります。7歳の子供が2番目の歯を獲得し、14歳には思春期になり、私たちの人生が70年間持続でき、時間的一体であること、それは熱エーテルの働きです。ごめんなさい、時間的統一体であること、それは熱エーテルの働きです。自然科学において有機体の時間という概念が知られています。それは熱エーテルの現実性と活動に基づいています。熱エーテルが働かなくなると、生物はもはやいかなる未来も持たず、その時間は終わり、死にます。その対極として発芽能力を持つ黒種は、耐久性になった生命ある熱物質として理解することができます。その熱物質は発芽の瞬間、熱エーテルを通して新たな生命発展へと駆り立てられます。黒種は実際生きている鉱物的な熱状態として3000年も耐えることができます。腸、冷凍した肺の場合、肺の熱的性格への技術的介入が存在します。その技術的介入はさらなる生命成長を一時的に止めます。すなわち熱エーテルはもはや作用できないのです。さてさて、最初に戻ってちょっと話しましょうか。熱エーテルと火のエレメントと物理熱ということが最初に言われてた、その三つ組を区別っていうことの三つ組だったんですね。熱の三つ組の考察はという言葉から始まっていて、なるほど、この三つのことだったんだ。まずその熱っていう ことに関して、この3つがあるんだということを言っていますが、まずはその熱についてっていうことで、もう熱エーテルでも非エレメントでも物理熱でもなくて、その相対の熱ということで、それが土星の時代にと言ったらいいのかな、に出現したんだっていうことが、取り上げられていると思うんですよね。熱に関わっているすべてが、まずは空間なしに存在したと。土星期に。これが、まあ、大きなポイントかなと思うんですよね。この後にずっと言ってるのも、普通の物理学では空間に関しての、考慮がないというか、もう今の状態で考える熱を考えているのが自然、今の普通の科学っていうのかな。だけど、その進化の状況をちゃんと分かっていると、熱が生まれた時には空間がなかったんだっていう、その空間がないっていうこと自体がまずが考えにくいんだと思うんだけども、それをまずは認識しないと、その本来の、まあ、なんて言うんだろうな、本来のことがこう分からないというかね、いうこと
を、まあ、強調したいのかなっていうか、しっかりこう、確認していきたいのかなって、こう、ちょっと読んでて思いました。で、熱を、まあ、今日の物理学は熱を固有の実体として認識していません。固有の、熱が固有のものなんだっていうことですよね。で、熱を固有という以上に、3つに分解して、こう、この体な人知学ではこう考えているっていうぐらい、もっと繊細なところまで見てるっていうことですよね。違うですね。どこからが。物理学ではこうなってるっていうことを説明してるのがずっと続いてるんだけど、それを理解した方が、その違いがわかるのかな。分子運動とか、空間、その分子運動とかっていうのも、運動になっちゃった段階で空間がないとできないことだから、それは本来の最初の熱のことだけのことを考えてることじゃないよねっていうことにもなるだろうし、ことを言ってるんだろうし、まあ、ルドルフ・シュタイナーの研究によりますと、から読んだ方がいいのかな。熱は進化の出発点に生まれた個体、あ、固有の実体ですっていう言葉ですよね。熱は運動です。熱という、まあ、働きだっていうふうに言ったらわかりやすいのかな。それは働きなんだけども、内包的に考えられた運動。熱が存在する各空間部分において物理的現存を生み出し、そして物理的現存を再び消し去らせる企てが現存する、そういった運動。だからなんだろうな。熱が存在する空間の、おい、のある部分において、何かが物理的現存っていうのはちょっとはっきりしないんですけど、何かの働きを生み出して、そしてまた再びそれを消し去るという、そういった運動なんですよ。だからまあ、火ってそうですよね。ファッと生まれたらまたなくなっていくみたいな。燃えるものがなくなったら火が消えるっていう、簡単なその例でいいのかどうかよくわかんないですけど、まあ火のあり方ってそうなのかなってちょっと、想像できるかなと思いました。熱は差し当たって空間のない純粋に時間的で内包的な運動です。空間がなくて時間があって内包的な運動ってわかりますか？土星期では熱の出現とともに時間が減少するに至ります。時間が減少するに至ります。まあ、現れてきたってまあ、簡単な言葉に言ってもいいでしょうかね。
あれかな、やっぱり熱っていうか、この燃えるとかそういうことが起こると、その経過があるじゃないですか。燃えて、そしてまた消えていくっていう。そうすると今度時間が、その見てるあれが時間になるから。空間それはが、なくても時間的には流れていくっていうこと。内包的っていうのはなんかとっても意味が深い感じしますね。そうですね。時間内包的な運動、純粋に、またこういう言葉もちょっとイメージというか、目指していきたいような言葉ですよね。熱は空間のない時間的に、純粋時間的で内包的な運動。高度星期の熱の出現とともに時間が減少する、まあ、現れるっていうのも、なんかとてもまた、イメージを含む、なんか、もっとこう持ちたいなっていう感じがしますね。すごい動きを感じますよね。熱がこうね、動きをもたらして、それでこう、その変化があるから、こう一緒に時間が現れてくるというか。よく思うのは、全く何もなかった、熱もない、時間もない、もちろん音もない、何もない、こう、闇、無のところから熱が現れてきたっていうところを、いつもいつも想像するんですよね。いつもいつもっていうか、そこにすごい私気になっていて、で、本当に毎日ずっと考えてるんですよ、そのことを。だから今、ここ読んで、熱が起こって時間が生まれたっていうことをちょっとまた考えてみたいなって思って。We're talking about the heat wall. We don't, at the beginning of Saturn, what is the period? Do you call? What do you call? Start the nothing to the become the heat, and then start the time. And start creating movement. Movement. Something is, when you heat something, heat is a force that moves. You feel heat. And then not create yet about the space, but still have the start the time. And then what did you call about the time and then inside of the movement? That's how you ask English. I don't know how to inside of a Movement. movement. I want to share this sentence with you. That make me more make things me to make our image more. They just speeding. Start to heat. All the Saturn. We need to distinguish heat and fire, warmth, and
coming into being of the being of the warmth。 温かさの being って存在になってる。こっち。前は何？ Extensive movement which press both sides and forces of space constructive movement。 Purely temporal, temporal forms。 なんか、英語で読んでもあんまりよくわかってないんだけど、でもなんか、ムーブメントとか、その、空間が、That's according to Rudolf Steiner. Rudolf Steiner says warmth is an entity in its own right. It stands at the very outset of evolution. Warmth is movement, but must be thought of as intensive movement. Movement in which in every part of space where warmth is found, there is a striving to bring material beings into existence and to cause material beings to vanish again. Well, that's kind of related to hydrogen. You have the five sisters of protein, but Oxygen and then oxygen, helium, carbon, sulfur, those things. その、農業講座の第2項で、5つの、元素のことについて話してたと思うんですけど、炭素とか窒素とか、硫黄、炭素、水素、硫黄。で、その水素、H、化学記号で H に、が、その、なんつうのか。宇宙空間に、あるもの？なんつったらいいの？一番外側にあるっていうのかな。外側にあるし、一番霊界に近いというか、そのことを、の話をしてるよねっていうことを今、ベンが言ってたんですね。そこの話の説明のつながりを言うと、いうのがちょっと難しいんだけど、空間っていうことから考えて、なんつったらいいのかな。説明がうまくいかないかな。ですね。どう言ったらいいのかな。今、ベンも、シュタイナーの言葉のところを、英語で読んでたんですよね。で、Rudolf Steiner read to us this. That's a lot to think about. このシュタイナーの言葉を、まあ、読むだけでも、そこにすごいいろんなことを考えさせられるっていうことを言ったんですけども。You gotta have heat bring something into being, but that heat can also end the life and send it back to start over again. では、生まれ
ないところから生まれても来るけれども、それをまた、終わりにするという動きでもある。つまり無にしてしまう。まあ、灰にしてしまう。Similar to water. 水のことと比べて、説明しているところもとても面白かったですね。ちょっと先にもうあと10分弱になってきてしまったので、進めていきたいと思いますが、次のページのところの、説明というか、まあ、ここ、後の方、ちょうど、かよさん、読んでもらったところですけども、熱エーテルが未来で、物理熱は過去で、火のエレメントは現在でという、まあ、それぞれの 役割というか、火、あと普通に言われてる火というものだけでも、その三つのこのカテゴリーに分けてみることもできるし、ただその火そのものを、物理、日常で見てる火だけのことの熱ではなくてと言ったらいいのか、ちょっと、したいのじゃない。この本の文章を見つけた方がいいのかもしれないけれども、種をつくときにも熱、エーテル、火のエレメントか、があるんだ。使われているっていうか、働いているんだっていう話もありましたよね。Warmth ether is different from heat or fire element. Warmth ether and fire element are opposite of each other. The same as all the other three elements in the ethers were opposite of each other. Was fire 火は燃やす、destroys and 焼き heat 尽くす、壊滅され creates. る。それに対して熱エーテルは反対で生み出し、創造し、出現される、させる。ってます。これも大きな観点ですよね。72ページの後半の方から、73の初めの頃を、何度も同じようなことを繰り返していってはいるんですけども、3つの違いを話していて、この
熱をその分かった上、分かったというのもあれなんです。ある程度理解した上で、その熱はどういうふうにこう作用するのかっていうところで最後にくっていっていますが、実際にはですね、熱エーテルのところに集中して考えていってると思うんですけど、未来の要素であるということ。今度その物理的な熱とは離れて熱エーテルってなると、その熱をも、も、熱、熱をも、熱の働きと考えたらいいんですかね。だから、その花が咲くときにとか、想像して変化して、想像していく、そうなんだな、想像していくところ、育っていくところ、そこには熱エーテルが関わってるって考えたらいいのかな。歯を獲得するとか、思春期になるとか、人生が70年続く。それは熱エーテルの働きですって、すごいですよね。この大きな。というか、そして、田んぼが、熟すのかな。熟した作物を生み出すところか。生み出すというところにおいて熱エーテル。なんか種がこう動くときとかね、中であれも熱エーテルが働かなかったら根付かないですよね。でもしそれが働かなくなったら死にます。だから、もうありとあらゆるところに熱エーテルがある。で、種の中にも、生命ある熱物質としてあるんですね。熱物質。熱、今度は熱物質で。物理熱と熱物質。ちょっと違うけど、ちょっと違う。違うんですね。違うんでしょうね、違うんで言すよ葉ね。が物違う理から。熱は、本当のメラメラという熱のことだと、炎のことだと思うんですけど、熱物質がっていうのは、熱のエーテルが物質的になった、なって恒久的にこう、ほどこ、な、と、とどまってるってことかなって思うんちゃうの。ただそれが、冷凍された場合、その熱エーテルは作用できない。一時的に止められるっていうことですね。なんとも不思議なことで、ことと不思議というか、まあ、実際やってるんですけど、そういうことになってるんだっていう不思議さ、ということで、一歩未満になりました。でも私の体の中も、ね、何度って熱がいつもあって、これがいろんなことをこう中でこう作っていく細胞とかで、そういうのの働きのこう動かしてくれるのもその熱エーテルのですおかよね。げなんですよってことですよね。中も熱エーテルでいっぱい満たされてんじゃないかなとか思って。今ここで考えるあれもね、動きがこう起こる。いやー、どうどうね、考えたことないから面白いですね。熱エーテルの働き。あれと。